東日本大震災から来月で7年となるのを前に、首都直下地震を想定した帰宅困難者の受け入れ訓練が上野駅周辺で行われました。訓練には外国人も参加し、寒い時期の速やかな避難について実践を通して確認しました。訓練は東京湾北部を震源とする首都直下地震が起きた想定で行われました。現在、交通機関は全線運転を見合わせております。無闇に移動すると危険です。その場に留まってください。訓練のポイントは、アメ横や動物園といった多くの観光・商業施設が集まる上野駅周辺で災害が起きたときに、大勢の人たちをどのように避難させるかです。訓練が始まり、帰宅困難者の皆さんが避難場所へと向かっていきます。コートやマフラーなどで防寒対策をされていますが、この寒い時期の対策というのもポイントの一つとなりそうです。朝の気温が0度5分と寒さが厳しい時期に行われた訓練には、母国で地震にほとんど遭遇したことがない外国人も参加しました。ベトナムありませんですか。初め地震あります。私本当に心配します。2年前にネパールから日本に来て東京で語学学校に通うカドゥカ・サガルさんは、2015年に起きたマグニチュード 7.8 のネパール大地震を現地で経験しました。この冬の時期にもし地震が起こったらどんなことで困ると思いますか？そう、もちろん寒いですからちょっと困ると思います。こう外にいるときに地震にあったらどんな行動を取ったらいいと思います？安全な場所に行くこととか、ビルを倒れないところに行くことにします。地震に対しての心構えはあるものの、東京で被災したときに具体的にどう行動すべきかは学ぶ必要があるといいます。落ち着いて避難してください。カドゥカさんたちの避難場所は上野公園にある東京都美術館になり、他の外国人参加者と移動しました。水や乾パンなどの物資も配られていますが、冬に地震が発生した時のことを考えて、このような簡易ブランケットも配られています。こうしたブランケットを初めて見たという人もいて、携帯端末の翻訳機を利用しながら使い方を説明しました。東京都は地震が起きた時、帰宅支援や被害情報といったさまざまな案内を携帯端末で受け取れるようにしています。ただ、東日本大震災の時は電力不足も問題となり、常に充電ができる場所の確保も課題となります。今は携帯でいろいろな言葉を調べることができるから。もし携帯電話の電池もなくなってしまったら。それもないときね。そう言わないと困ってるね。今は携帯の充電もあります、はい、でももし地震が起きたら充電できなくなっちゃいますよね。その時大体の人が持っているから、自分の携帯は充電がなくても他の人の携帯を使っても調べることができるので、2011年の東日本大震災では首都圏で500万人を超える人が家に帰ることができませんでした。今日参加してよかったの、これ学んだなっていうところどこでしたか？もし地震とか起きたらどうやって避難しますかとか、そんなを勉強されましたので。訓練で得られた課題を踏まえ、災害が起きた場合のより良い対策を整えていく必要があります。